ヨーブラザー、知らせゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日のベルトはベネットになります。はい、まず冒頭で見てもらった動画の通り、かなりチャージ効率が回る、新型の回復力も高いあのベネットになります。まずステータス、まず HP が、2万3000ぐらいですね、これはガン上げしてないです。で攻撃力は466、これはまだ申し訳ございません、あの武器のレベルが上がりきってない状態なんで攻撃力のアップ程度はあんまりないかなと思います。で攻撃力はこの辺で、回心率回心ダメージはもうほぼあのつけてない状態で、ちょっと変化があるのは治療効果バフが僕の場合高いです。これは理由があります。はい、でチャージ効率が 200% を超える内容で今回作ってます。 216%、はい、でその他のバフはついてないというところです。でこのからくりなんです。まずは武器ですね。これレベル50の状態でまだこれなんで、あと攻撃力200ぐらいは上がる予定となってます。で今回使うのは天空の刃ですね。天空の刃は、元素チャージ効率が高くて、あとは基礎攻撃力値が高いので、ベネットの攻撃力バフがつくっていうそのものがかなり、有効なんですなと思います。でもし天空の刃持ってなければ時点として祭礼の剣がおすすめです。元素チャージ効率も上がりますし、基礎攻撃力も41で少なめなんですけども、そんな見劣りがしない。でもう一つ重要なのが、元素スキルで攻撃した時にスキルクールが 80% の確率で戻ってくる。これ精霊ランク上げるとなので、これが非常に優秀なんですね。で基本元素チャージするときってスキル攻撃をして元素粒子が出てきてそれ拾ってっていう形になると思うんですけども、チャンスが2倍になると、自分で元素を拾うチャンスが2倍になる剣が祭礼の剣なので、もしこれがなければその元素チャージとか衰える分祭礼の回転力で回してみていかがでしょうかという提案になります。はい、で次生物、こちらが今回使うのはよく言われている旧貴族のやつで、味方に攻撃力 20% のバフをつけ続けるんだっていうような内容で HP を2万5000盛りにしてガンガンやるっていうビルドとかが流行ってると思うんですけども、それではなくて私の場合は、愛される少女のこのビルドを使っていきます。これの理由としては与える治療効果と、あとはチーム全体が受ける治療効果が上がるというところ、これ幻想スキルまたは幻想爆発って書いてあるんですけども、幻想爆発をガリガリ15秒で回すベネットに非常に向いてる、生物っていうところになります。で内容を見ます。まずは HP のところ、ここできれば幻想チャージ効率が入って、さらには HP パーセンテージが入ってるところが非常に優秀です。でここすいません、まだ攻撃力が上がってない状態でしたね。ここはこれから上げていく予定なんで、一応上がったと仮定して、HP パーセンテージ、元素チャージ効率が入っているのが結構おすすめとなっております。でここが元素チャージ効率、ここもできれば HP がついているものが好ましいです。でこちらはちょっと厳選ができてないんですけども、一応ここで初めて HP パーセンテージをつけてます。ここにもできれば元素チャージ効率が入ってきたり HP が入ってくると非常に優秀です。でこちらはもう治療効果バフ一択でお願いします。で HP のプラス717とかついてたり元素チャージ効率がついてる、これがかなり優秀なものとなっております。はい、でなんでこうしたか、まずはベネットの店名を見ていきましょうか。店名を見ていきます。これは素晴らしい旅という元素爆発、ご存知の通り元素爆発回復できるものの攻撃力アップが効果が乗るのは通常 HP が 70% 以上になってからなんですが、その制限がなくなります。さらに基礎攻撃力が 20% 上がるというような内容になっています。で次、HP が 70% 以下になると元素チャージ効率が 30% 上がる。これはかなり優秀で、これ溢れる情熱のスキル、これは元素スキルのやつですね。でこちらが溢れる情熱のチャージを、2段チャージした時に通常攻撃、
すると追加攻撃を発動できるというものになります。で次こちらがかなり重要で第5銃というかね、5個目これが素晴らしい旅って回復のものがスキルレベルプラス3されます。これがかなり重要でして、あのベネットは5凸までお願いします。できればです。無理であれば別に1凸でもいいです。無理であれば1凸、できれば5凸で、注目してもらいたいのがこちらの6です。これ素晴らしい旅エリアの中の片手剣両手剣の槍、これが炎ダメージプラス 15% するんですが、通常攻撃と銃撃ダメージのこれが炎ダメージになってしまいます。まあなってしまってもいいんですけども、これなってしまうと例えば白ダメージ、あのレザーであったりとかそういうキャラクターがガクンとね、物理ダメージバフが乗らなくなってきてしまうんで超弱くなっちゃうんですね。で基本的にこうキャラクターを選ぶような状況になってしまう回復系キャラは非常にまずい。なのでここは絶対に6にしないでも、いくらこのとつってて5までいってます、これ6個目あるんだけどってなってても、ここは押さない方がいいと思います。これ押してしまったらもう戻らないんで、戻らないってことはもうそのアカウントで誰にでもまんべんなくあの助けることができる、ベネットがいなくなります。そのアカウント自体で最高のベネットがいなくなる状態になります。なのでもしこれ6凸してしまった場合、もうそのアカウントはマックスの性能を発揮することができないアカウントになってしまうんで、絶対に6凸にはしないようにしていただけるとレザー使いの僕としては嬉しいですはい、じゃあ次テンプで、テンプの場合は通常攻撃とこのアフレルのこれ、まあぶっちゃけって言いますとこの上の2つは今回のビルドであれば上げてないです。僕が上げるのはこちらの素晴らしい旅のみです。で素晴らしい旅はあのスキルクールタイムが15秒、継続時間が12秒、ってことは3秒間これが発動しない状態にはなるんですが、今回の元素チャージ効率がガン回りする今回のこのベネットであればもうほぼほぼ15秒以内に溜まってしまいます。はい、なのでまあ15秒間で元素その素晴らしい旅、あの常に回復、常に攻撃力がアップするみたいな能力がついたこのベネットっていうのが今回優秀で、元素エネルギーが60と少なめっていうのもでかいですね。はい、で運用の仕方なんですが、今回僕のパーティーはモナ、ベネット、クレイ、バーバラ、なんでか、これはまあ青っていうか水の元素共鳴で治療効果バフがつきます。治療効果バフがつくっていうのと、赤の共鳴で攻撃力パーセンテージも上がるので、まあ火力がね上がりやすいっていう構成になります。まあ、もしこれねベネットの回復力が足りてますってことであれば、まあ全然変えてもいいし、攻撃力をそこまで依存しないんだってことであれば、例えば体験キャラ入れてモナ入れてベネットとか、まあ回復ベネットだけでいいだってことであればバーバラを抜いてしまっても構いません。そこはお好みで、ただ理由があります。まずは元素共鳴が理由の一つで、もう一つなんですが、ちょっと実演動画の冒頭で見た人はね、察しのいい方であればもう分かると思うんですけども、一応口頭での説明も含めながらちょっと見ていきたいと思います。で今ゴーレムの方に向かいますんでお待ちください。それで一体どうやって回すのっていうところの2つあると思います。まず今ベネットが今半分ぐらい溜まってますね。半分ちょっとかな、残り元素エネルギー20ぐらいのところ、これが今元素チャージが 220% 近くある状態で、まずはスキルを打っていきます。ポン、元素が溢れます。2つ分、ね、こういう形で
元素を集めるのが通常ですね、はい、で溜まりました。この速さで溜まるというのがなかなかないと思うんですけども、まあ、ちょっと消費していきますね。消費しました。で消費した瞬間にぶち込みます。クレー、祭礼のついたクレー、はい、粒が3つ出ましたね。でクレーもう一発で打ちます。もうこれで溜まります。もう3秒残して溜まりました。で打ちます。またぶち込みます。粒もらいます。クレー祭礼入ってます。まだ打てる。で粒吸います。吸います、ね、もう溜まります。7秒残して溜まります。その間他のキャラでもう溜まってるんで打って、でベネット打ちます。溜めます。クレー打ちますね。ベネット取ります。吸います。もう1回打ちます。そういう感じでもう残り5秒ですね。これじゃあ一発打ち込んで溜まります。でこれ食らいながらでも、まあいやた、ちょうどいいんで5700です。回復、回復力6150、食らいながらもこうやって回復続けられてます。なんで6000も必要なのって思うじゃないですか。6000必要なんですよ。なんでかっていうと、まあ、ちょっと戦いながらね説明しますね。まず HP が例えば2万だとして 70% のところまでベネットって回復できるんですね。それは一体どうなのか、どうなのかっていうと、まあ、1万4000とかのところまで、HP が回復するとするじゃないですか。ってことは例えば1万3000とかギリギリのところで、回復の1秒が入ったとしたら、まあ、1万9000とか2万近くまで回復することになります。ということはベネット 70% ぐらいまでしか回復しないキャラなんじゃないのって思いつつも、そうではないと。もうほぼほぼ 100% のところまで回復がすることができるっていうのが今回の高回復力 のベネットの利点です。これもうちょっと生物厳選であったりしていくとすれば、あとご突してね、素晴らしき旅が3プラスになったとしてもっと上がります。下手したら7000、8000見えてきてると思います。そういった構成になります。なので非常に高い回復力と 広範囲での その、まあ、回復がずっと続けられると。15秒で回ります。継続時間12秒 の3秒間の空白以外は秒速で爆上げしていくっていう、ね、爆回復していくっていうようなビルドになってます。はい、まあ、ちょっとね説明長かったんですけども、今回のベネットのビルドに関してはそんな感じで、最後で今爆上げした攻撃力をね、最初に見せたところから、まあ、これぐらいの攻撃力は、まあ、上がりますよと。1200もっとね、例えばレザーの方で試すとしたらまたちょっと話は変わってくると思うんですけども、例えばこれ今敵が死にました。でこっちでいきましょう。次、まあ火力はねちょっと赤なので下がっちゃうんですが、今の状態に2761範囲から出ます。あ、出て効果が切れなきゃダメだね。効果が切れたね。はい、2200だから500ぐらい上がってるってことですね。でここが注意してもらいたい、注意っていうか注目してもらいたいのが、素晴らしき旅の詳細、ここが攻撃力上昇比率が 84% って書いてあるんですけども、まあキャラの最大 HP 70% 以上の場合、攻撃力っていう、これは 70% 以上解除されてますね。基礎攻撃力を基準に一定比率の攻撃力はアップするってところなんで、生物の、まあ、ここが上がります。まずね、で武器のところ伸びしろあります。だからこれもっとね、このビルドで上がる予定です。とりあえずちょっと取り急ぎ、素材が足りなかったんでこれぐらいの説明になってしまうんですけども、一応これでご理解いただければというところで、いかがでしたでしょうか今回ベネットのビルド。ぜひね、チャンネル登録と高評価の方で支援していただければと思います。またこういったビルド動画、新しいねキャラクターの使い方っていうのをどんどん提案していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、原神ライフまたお楽しみください。グッバイブラザー。